さて、イエスはオリーブ山に戻りましたが、翌朝早くまた宮にお出かけになりました。たちまち人々が集まってきて、黒山の人だかりです。イエスは腰を下ろし話し始められました。その最中にユダヤ人の指導者やパリサイ人が寄ってたかって一人の女を引っ張ってきました。彼らはあっけに取られて見ている人々の前に女を突き出しました。先生、この女を見てください。不倫の現場で捕まったのです。モーセの律法ではこういう不届き者は石で撃ち殺すことになっていますが、どうしたものでしょう。こう言ったのは何かイエスの言葉尻を捉えて訴えてやろうという魂胆があったからです。ところがイエスは体をかがめ、指で地面に何か書いておられるだけでした。けれども彼らは引き下がりません。あくまで質問を続けてやめなかったので、イエスはゆっくり体を起こし、わかりました、この女を石で打ち殺しなさい。ただし最初に石を投げるのは今まで一度も罪を犯したことのないものですよと言われました。そしてすぐにまた体をかがめ、地面に何か書いておられました。するとユダヤ人の指導者もパリサイ人も罰が悪そうに、年長者から順に一人去り二人去りして、とうとうイエスと女だけが群衆の前に取り残されました。イエスは体を起こし女に言われました。あなたを訴えた人たちはどこにいますか。罰する者は一人もいなかったのですか。はい先生。そうですか、私もあなたを罰しません。さあ行きなさい、もう二度と罪を犯してはいけませんよ。その後でイエスは人々にお話になりました。私は世の光です。私に従ってくれば暗闇でつまずくことはありません。命の光があなた方の進む道を明るく照らすからです。するとパリサイ人たちが言いました。嘘ばかり並べ立てて自慢話もほどほどにしたらどうだ。私はありのままを言っているのです。嘘でもデタラメでもありません。自分がどこから来てどこへ行くかよく分かっています。ところがあなた方は全然分かっていません。人間の基準で私を裁いているからです。私は誰のことも裁きません。しかしもし私があなた方を裁いたとしても、その裁きはどこから見ても正しいのです。私をお使わしになった父が一緒に裁いてくださるからです。あなた方の律法ではある出来事について二人の証言が一致すれば事実と認められることになっています。だとしたら私と私をお使わしになった父とで立派に二人の証人が揃います。ではそのお父上とやらはどこにいるのか。私のことを知らないから父のこともわからないのです。私を知っていたら父をも知っていたでしょうに。こうした話がなされたのは宮の中の献金箱が置いてあるところででした。しかし誰一人イエスを逮捕する者はいません。まだその時ではなかったのです。